さて、大仙市の中学生が気候変動の影響を受けるオセアニアの子どもたちとオンラインで交流しました。 SDGs への理解を深めるとともに自分たちにできることを探っていました。 This is Japan. 秋田 is in the North Point of Japan. モニターに向かって英語とボディーランゲージで秋田県について説明する生徒たち。大仙市の大曲南中学校で開かれたのは、世界で最も早く太陽が昇る太平洋中部に浮かぶオセアニアの島国キリバスの子どもたちとのオンライン交流会です。大曲南中は県 SDGs パートナーに登録していて、生徒たちは日頃から総合学習の一環で SDGs について学んでいます。今日は国際交流を通して気候変動への理解を深めてもらおうと、日本人で初めてキリバスの国籍を取得したケンタロー小野さんの指導のもと、互いの国の文化や遊びを発表し合いました。キリバスは気候変動により海面上昇や地盤沈下などが起き、水没の危機にさらされています。生徒たちは同世代の子どもたちが直面している食料や生活環境の問題を目の当たりにし、自分たちができることを探っていました。キリバスの生徒たちの今考えていることなどをしっかり聞くことができて、自分たちの意見なども伝えることができたので良かったです。